美加子、整理整頓が苦手。バッグの中、汚い。女優の多部未華子さんが、9月21日、東京都内で行われた映画、アイネクライネナハトムジークの公開記念、舞台挨拶に登場。イベントでは、長い間ずっと苦手なこと、を発表するコーナーがあり、整理整頓と回答した多部さんは、汚くなってから、一気に綺麗にするタイプ。地道に毎日綺麗にできない。バッグの中も汚い。ポーチいっぱい入れて、全部、外に出ている。と明かし、共演者を驚かせた。長い間、ずっと好きなこと。も聞かれ、海外に行くこと。と回答。10年前に友達に会いに初めて一人でロスに行って、それから作品が、終わるごとに休みをもらっていて、自然にずっと続けてきた。と語り、満面の笑みを見せた。舞台挨拶には、主演の三浦春馬さん、共演の貫地谷しほりさん、森絵里香さん、常松ゆりさん、萩原利久さん、主題歌を担当したシンガーソングライターの斉藤和義さん、今泉監督も出席。斉藤さんが同作の主題歌、小さな夜を生披露する一幕もあった。映画は、20日から公開。仙台駅前、大型ビジョンで、日本人の、ボクシング世界王座をかけたタイトルマッチで沸く人々が、映される中、街頭アンケートに立つ会社員佐藤の耳に、ギターの弾き語りが響く。歌に聞き入る先と、目が合い、思わず声をかけると、心よくアンケートに答えてくれた。二人の出会いが、様々な人を巻き込み、10年の時をかけて奇跡のような瞬間を呼び起こす、というストーリー。原作は人気作家、伊坂幸太郎さんの、同名恋愛小説集。